テゲテゲーミング来た。いよいよ来た。タコさんがやってきましたよ、この番組に。いやー、この番組ね、吉田類の酒場放浪記とこの番組はいつか出たいと思ってたんですけど。あ、そうですか。一歩はついに夢が叶いましたね。おめでとうございます。今回のテゲテゲーミングは、A 徳はお休み。なんと私が20代の頃にこの青春という時代をね、注ぎ込んだ実況パワフルプロ野球で出れるということで。やりましたよ。今回プレイするのは野球ゲーム実況パワフルプロ野球、通称パワプロ。さあ、そもそもなぜ私たちがこんな格好をしているかと言いますと、毎週土曜日放送しています青田拓ちゃんのスピンオフ番組、私の熱狂ガンガンプロ野球の交流戦直前スペシャルのラジオの放送の前なんですよね、はい、ラジオのスピンオフ番組がこの後あるわけですよ。その、はい、まただからスピンオフというんですかね、テゲテゲーミング的に言っても、うん、ね、スピンオフとスピンオフ、うん、微妙な番組だね。そうじゃないですよ、皆さん見てくださいね。大丈夫け。たくちゃんに山口アナ、そして野球好きの皆さんとパワプロでセカ交流戦。さあ、こちらの皆さんがこれから一緒にパワプロやっていただける皆さんです。イエーイ、よろしくお願いします。平日の夜収録のため仕事終わりに集まってくださいました。まずは皆さんがどのチームを応援しているのかをご紹介。セリーグから頑張るぞ。広島東洋カープはたまりさん、中日ドラゴンズは牧野さん、東京ヤクルトスワローズは宇野木さん、そして読売ジャイアンツは MBC タレントの野口拓夫。続いてパリーグ、オリックスバファローズは西田さん、埼玉西武ライオンズは野口さん、福岡ソフトバンクホークスは MBC タレントの平山琴美、そして東北楽天ゴールデンイーグルスは山口アナウンサー。ちなみにこの中でパワプロやったことがある人。おー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 、セリーグだと思う。パリーグまずいです。あ、じゃあその経験者が一人です。サミさんのために説明書をお願いします。操作方法はこんな感じ。初心者はとりあえず×ボタンを押せばなんとかなるかも。さあ、行きましょう。セリーグ対パリーグ、甲子園球場です。ゴールドシップ対ゴールドシップ、いろんな球団の応援団が参加してセリーグ対パリーグのオールスター戦を開催することに。ピッチャーは楽天の選手だけど、ひとまずパワプロ経験者のオリックスバファローズファン西田さんが操作します。追い込まれています。それで左手の使い方は別に投げました。低め、外れてもそうなんだ。野球が左利き。投げた、渾身のストレートを見逃す三振。第2球投げた、ストレート、バッター追い込まれました。則本長い間合いを取っています。空振り三振。菊池引用にやられてしまいました。さあ、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 巨人と広島しか出てないよ。どうも、どうぞ。お疲れ様です。バリバリガチです。ここで北海道日本ハムファイターズファンの松本さんが到着。もう手を挙げたもん、ね、投げた、153キロ直球、空振り三振。セリーグのピッチャーは阪神タイガースの選手。まだ阪神ファンの方は到着していないので、中日ファンの牧野さんが操作。第3球中はバックネズミ見てるみたいですね。投げました、見逃し三振。西田ナイスピッチ。カウントはワンボール、ツーストライク。投げました。打ちました。鈍いゴロ。坂本ボールを掴んだ。一塁送球。一塁はセーフ。一塁ランナー飛び出している。ワンアウトランナー二塁。二塁ランナー飛び出している。三塁送球。ちょっとランナー三塁あります。盗塁禁止、盗塁禁止。盗塁禁止。一気に得点チャンス。次は5球目、西川、走った、スクイズを狙ってきた。ナイスプレー、スクイズで成功。
てるのにわざわざスクイズします。勝てばいいんですよ、勝てば。これがパス。初球打った、レフトへ行った、これはヒットになります。一塁ランナー三塁へ向かう、センターからセカンドへ、その間に一塁ランナーもホームへ向かう。ホームパシフィック、さらに1点追加、2対0。投球はこれから3球目。1球目ファールから第2球打ちました。さらにヒットを重ね、リードを3点に広げる。第4球を投げました。三振。第1球投げました。初球から打った。これはセカンドは正面。セカンドは一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わり。わちゃわちゃ感がすごい。野球ゲーム実況タワクルプロ野球、通称タワクロでセ・パ交流戦。3回表セリーグの攻撃。初球空振りから第2球投げた、ストライク、タイミングがありません。第3球を投げた、打ちました。中村ボールを取る、タワクロ初心者の山口アナ、まだ守備の操作がおぼつかない隙にセリーグが出塁。第2球投げました、打ちました。そこでのセカンドストライク。中村スコアがボールセットまで点差を見逃しました。内野ゴロが一番有効だよ。第3球は打った、レフトへ飛んだ、ヒット。三塁ランナーホームに帰ってくる。ボールセットまでさらに点差を見逃した。同点に追いつかれて、パ・リーグがピッチャーを交代。第3球、打ちました、ショート左、ショートから一塁送球、これでツーアウト。投球は3球目、投げた、打ちました。打球はセンター浅いところ、センター前に出るヒット。投げた、初球打ってきた、打球は右中間に上がった、ワンバウンドヒット。第3球を投げました、おっつけていった、ライトへ飛んだ、ライト前ヒット。ボールが転がる、追い込んで。セリーグの勢いは止まらず、この回一個7点を奪います。ボールが点々と転がっている。セリーグが勝ってるぜ。ボールセットラリー、さらに1点追加、7対3。投げた、146キロ速球。反撃に出たいパ・リーグですが、北部西野球スポーツ少年団出身、広島カープ大瀬良選手の鋭いピッチングに対応できず三者凡退。その後2点を返して迎えた6回裏、パ・リーグの攻撃。ワンアウト2塁のチャンス。さあ次の投球、打った、一、二塁考えの当たり、菊池掴んだ、セカンドから一塁送球、ホームラン。相手が無断してる隙にさらに1点返した。じゃあ平山さん中継です。ソフトバンクホークスさんの平山がこの後のラジオ中継に向かうため途中退場。7回表セリーグの攻撃、ワンアウトランナーなし。打ちました、強烈、打球はスピードが伸びていく、センターのランナスリーアウト。見ました、これでスリーアウト。満員の甲子園、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。野球ゲーム実況タワクルプロ野球、通称タワクロでセ・パ交流戦。8回表セリーグの攻撃。投げました、打ちました、これは当たり、伸びた、伸びていった、見送った。ドキドキ。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ここで読売ジャイアンツのファン内田さんが到着。追い込んで第3球を流し打ち、どうだ、クリーンヒット。誰もいない。
丸のエリアキックを見せました。ようやくヒットを放ちました。セリーグヒットが出るも追加点は奪えず、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。3点差のまま迎えた9回裏、パ・リーグ最後の攻撃。投げたと見逃し三振、山崎見事なピッチングです。投げました、打ちました、あっと詰まった、これは内野フライ。山崎が掴みました。画面あと1人、ど真ん中行きます。第9投げました、初球出てくる、セカンドクリーンホームショートがサービス送球、サードタッチはセーフ。第9低めがですね、まず入れてきました。投げました、打った、追い込んで投げました、打った、痛烈な当たり、センター掴みました、ゲームセット。オールパシフィック、悔しい敗戦です。結果は9対6でセリーグの勝利。ジャイタ東京本土、はいはい。どうですか、お客さん。いや、楽しかったですよ。僕も20年ぶりぐらいにやったんですけど、まあ、最後球見えるようになりましたもんね。全くしたことがなくて、初めてしました。でも盛り上がりましたね。盛り上がったですね。すごいリアルで、これ野球で知らない人とかやっても面白いでしょうね。相澤でホームラン打てたのが一番最高でした。みんなが全体的な話してる中、一人だけ個人的な話してる。いや、いいんですよ、いいんです、いいんですよ。いや、次リベンジマッチしたいですね。また明日からリーグ戦かなんかで。リーグ戦かなんかで。いや、明日から皆さん仕事しましょう。野口さんどうでした？パルパパパルパパ。初めてやりましたけど、こうやってみんなで盛り上がれるのはいいなって思いました ね、 ねえ、すっげえ面白かったけど、ご家族の方が見たら何してるんだろうかって思うでしょうね。そろそろやめといた方がいいかもしれないね。はい、どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。野球最高。次回はレトロゲームコレクターでエアギタリストのシンボロー産地でゲームザ・地球防衛軍2をプレイ。お楽しみに。